山口静江は日本の政治家、元日本社会党及び自由民主党衆議院議員。明るく華やぎのある雰囲気から下町の太陽と呼ばれた。本名静江、東京都中央区日本橋小伝馬町に山口自転車を経営していた山口茂彦の長女として生まれる。1935年東京府立第七高等女学校を卒業後、 家業に従事、従業員への食事を手配する炊事部長を務めていた。弟を戦争で亡くしたことで戦争反対を訴えたいと国政選挙立候補を決意。香川豊彦の後押しも得て、1946年の第22回衆議院議員総選挙に東京都第1区から日本社会党を公認で出馬し当選。39名生まれた。 日本初の女性大士の一人となる。売春防止法制定に尽力した。1967年1月の第31回総選挙で、党内派閥構想のもつれから選挙違反を告発される。結局不起訴となったが、党に不信感を抱き同年5月に社会党を離党。無所属を経て、同年9月に自由民主党に入党して、話題を呼んだ。 自民党に入党すると、福田赳雄の派閥に属した。その頃、福田が党幹事長だった関係で、幹事長室によく顔を出していたという。この時、事務局員との雑談で自民党に入って驚いたのは、本部で朝8時にはいろんな会議が開かれ、議員が勉強していること、もっと国民に知ってもらうべきだと述べている。1969年の 第32回総選挙に自民党公認で立候補し当選。この選挙で日本共産党新人の不和鉄三が初当選し、社会党現職の差の進むは落選した。1971年に社会党の都科野里子が在職中に亡くなると、初の女性第二子最後の在職者となった。1972年の第33回総選挙は、 時点で落選。1976年の第34回総選挙で帰り咲き、自民党唯一の女性代議士となった。1970年代後半には、全日本女子格闘技連盟初代コミッショナーとして、女子キックボクシング及びボクシングのタイトルを認定。経済企画政務次官などを務めた。1980年、1983年の、 総選挙に続けて落選し政界を引退。通算当選13回。1980年には女性として世界で初めての国連平和賞を受賞。1987年には君一等随法賞を受賞。2012年4月3日、人不全のために死去。94歳没。代表取締役を務める山口静江ガーデンが、 個人の意思により誕生日の10月31日まで公表を控えるとしていた。ありがとうございます。